今日は何の日？今日は中国茶の日だよ。中国茶は平安時代の初期頃に遣唐使節団によって日本に持ち込まれたと言われているんだって。なるほど。教えてくれてありがとう。はーい。どういたしまして。一曲歌って。了解。もみじを歌うよ。秋の夕日に照る山もみじ。歌はいいね。僕、歌うの大好き。お外で歌うと気持ちがいいな。じゃあもう一曲歌って。はーい。桃太郎を歌うよ。桃太郎さん、桃太郎さん、お腰につけたきびだんご、一つ私にくださいな。歌を歌うと楽しくなるよね。お外で歌うと気持ちがいいな。そうだね。京都府のご当地グルメ教えて。京都府？京都府のご当地グルメは豆腐料理だね。なるほど。じゃあ東京都のご当地グルメは？東京都のご当地グルメは土壌鍋だね。おお。教えてくれてありがとう。はーい。どういたしまして。お手玉して。あら、嫌なの？そうか、じゃあお天気教えて。今日は晴れ時々曇り、降水確率は 20%、 最高気温は32度、最低気温は26度になるみたいだよ。そうか、暑いね。すっかり夏だね。でも、四子さんが好きなのは秋なんだよね。はい。ミラクルから一言。ゆうち、最後まで見ていただきありがとうございます。僕はこれからも頑張りますので、また見てね。バイバイ。バイバイ。気をつけてね。はい。